皆さん、お元気ですか牧師 YouTuber の菅野直樹です。出前牧師菅チャンネル、ようかお越しくださいました。どうぞお入りくださり、最後までご視聴お願いいたします。グッドボタンやまたチャンネル登録、ベルマークもまだの方は押していただいて、毎日見に来ていただけたら嬉しいです。あなたの力になります。さて、本日1585回目8月8日木曜日、神前意識と敵前意識という題でお話をいたします。 かつて私は私たちは罪の奴隷であり悪魔に奴隷として縛りつけられそして苦しめられてきました悪魔はどんな人であってもその人を喜んで手放して晒らすことはありませんイエス様を信じて解放された後も悪魔は常に常に隙を伺かがって吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを 求めて歩き回っていま,すまああの吠えたける獅子っていうのはねどういう獅子でしょうか強い獅子はねほえないんですよそーっと近づいてそして獲物をガブッと掴んでしまうんですね吠える獅子っていうのは歯が抜けたりねもう弱ってる獅子ですもう逃げられてしまうんでね その脅かして相手を震え上げらせてそして捕まえてしまおうというまあそういう魂胆なんですね悪魔はちょうどそんなものだってだからね恐れる必要ないよって言うんですよねどうぞ私たちは絶えず祈りその悪魔の策略に騙されないように吠えてたってね弱いものだっていうことを私たちは忘れないでいきたいと思います 鳩のように素直に、蛇のように悟くと、まあ、そのような言葉もありますけれど、私たちはそのような獅子ばかりではなくてね、人間の命を一番奪っているものは、そういう、まあ、日本ではね、熊の問題もありますしまた、ライオンというのもね、命を奪う、それから、コブラとか、毒蛇。でも、一番人の命を奪っている生き物は蚊なんですか。 川、その土地に住む人よりも旅人や他の地域に住む人をよく指すと言われます、まあ、そのような、ね、小さいと思えるようなそういうものにやられてしまうことがありますどうぞ隙を与えないで悪魔に絶えず神を意識しましょう私たちは神の前にいるという意識を私たちは持っていきましょう同時に悪魔の前にいる 悪魔が私たちを攻撃しようと狙っているその2つの意識を持ちながら私たちは生きていきたいものです神が共にいるから大丈夫だから悪魔なんてどうでもいい無視しようっていうのではなくて悪魔もしっかりと意識しながらそれに負けないように私たちは策略を持ってしっかりとね打ち勝っていきましょうそんなね神の前にいる意識悪魔の敵の前にいる意識をしっかり持ちながら生きていって 勝利と幸せを逃さないで生きてまいりましょう。お祈りいたします。天のお父様、ありがとうございます。一人一人がしっかりと神に守っていただくとともに、悪魔の誘惑、隙を与えない、そのような知恵を持って生きられますように、一人一人を守ってくださる神が共におられることを感謝し、イエス・キリストの皆により感謝してお祈りをいたします。アーメン 最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。その時までごきげんようさよなら